はいどうもさこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、イオンから新サービス、アイイオンを始まる、イオンペイワオンポイント、モバイルワオンを一括管理ということで、今回はイオンペイについてですね。この動画では9月から始まるイオンペイについてお伝えします。もしですね、普段からイオン系列のお店を利用されている方は、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回はね、こちらのイオンペイについてお伝えをするんですけども、このイオンペイなんですが、9月1日よりサービスが開始されるということで、本日発表がありました。まあ、去年の確か10月ぐらいから噂にはなってたんですけども、本格的にですね、公式より9月1日から始めるということで発表されてます。まあ、その詳細に関しては、公式のプレスリリースを見ていただければ、ある程度のイメージが湧いてくるかと思うんですけども、一緒に見ていきましょう。こちらですね、ポイントまとまる、支払い滑らか暮らしとつながる、イオのトータルアプリ、 イオン始動ということで、そうなんですよね。今回はそのイオンペイのアプリ単体で出るのではなくて、その一つにまとまったアプリのアイイオンというアプリがスタートします。ま、ここにも出てるように、イオンは9月1日より水曜日よりお客様のライフスタイルにあった利便性と満足度の高いサービスの提供、店舗とデジタルが融合されたシームレスな体験を提供することを目的にグループ全体の共通のタッチポイントとなるイオンのトータルアプリアイイオンの配信を開始しますということでございます。 ちょっと言いづらいですね。アイイオンっていう。で、そのアイイオンについての特徴みたいなところもしっかりと出ているんですけども、イオンのトータルアプリアイイオンは、ワオンポイントの利用、そして付与、紹介、交換ができるほか、電子マネーやコード決済での支払い、お気に入り店舗のキャンペーン情報のなんと確認ができるなど、グループ各社が提供するサービスをまとめて一つのアプリで利用が可能になりますということで、これなんか結構すごそうな感じは出てますよね。まあ僕は正直なところ、 イオン系列のお店が近所にあるかというとそんなに近所にはないので利用頻度自体はそんなに高くはないんですけどもたまにちょっと利用させていただいてるんですよねなのでこういったねキャンペーン情報とかがすぐにこのアプリ上で確認できたりするっていうのは結構便利良さそうな感じはありますよねでまあ実際の画面線をですねここ右側に出てるので見てみましょうこれがその一つ備わったねアイイオンというものになるみたいなんですけども上から見ていただいたらわかるようにこの左上がこの和音ポイントでここにね 今回話題のイオンペイでモバイルワオンということですね。まあ、いわゆるここ最近の傾向でもある一つのアプリで管理できるようになる、いわゆるそのスーパーアプリみたいなものになってきてるような感じではありますよね。で、ここにも出てるようにイベントニュース、ショップガイド、フロアガイド、クーポンとか、と営業時間とか店舗情報ですね。こういったところも確認できるっぽいです。で、イオン関連のサービスもこのページで見れたりするので、まあ、パッと見は、まあ、結構ここ最近のスマホ決済もこんな感じにはなってきてますよね。で、今回の配信会社を乾き にお客様のさらなる利便性向上に向けて支払い手段の拡充や各社が提供するアプリサービスの連携など機能を随時追加更新してまいりますと。 また、段階的に登録できる店舗の拡大を進めるなど、グループ全体の共通のタッチポイントとして進化させていく予定ですということで、かなり強化されていくと、ま、イオン系列全体が強化されていくような感じと捉えてもいいのかなというふうにも思います。あとはね、少し前もね、ニュースになってはいたんですけども、ここですよね。イオンはリアル店舗とデジタルの融合を進めており、2021年の9月の11日以降のイオンカードの支払いで付与される、このときめきポイントをワンポイントに共通化するなど、 グループで有するデータの連携と活用生活基盤の提供に必要となる共通のデジタル基盤の構築に取り組んでいきますということで、まこれに関しては同じ時期ぐらいにスタートする感じですよね。で、今回のこの i イ o イ n の概要についても、しっかりとここにも出ていはいるんですけども、ちゃんと名前の由来も出てますね。お気に入り店舗など、自分だけのイオンを決められ、ポイント支払い、コンテンツが一つになったスマホサービスの一つとして、名称、私のを表現してますということでございます。まあ、アプリの特徴 として先ほどお伝えした以外にもここにも出てるように利用店舗をお気に入り店舗に登録するとまあご自身がね普段から使ってるイオングループのお店を登録するとそして店舗からのお得なクーポンとかキャンペーン情報など簡単に確認できるとまあここ最近あのー、スマホ決済であればペイペイとかがそれに近いですよね近所のお店をお気に入りに登録してそこの店舗の情報を取得することができるって感じなのでまあちょっとそれに近いかなっていう感じですねえそのお気に入り店舗の登録に関しては配信開始時で約千店舗の中 から選択ができるみたいで5店舗まで登録が可能ということでございますで、登録可能事業会社ということでイオン北海道東北イオンリテールイオン九州イオン琉球イオンモールオーパーで一部対象外の店舗もあるとで、その他のスーパーマーケットですとか専門店は段階的に追加していく予定ということでございますんでサービスが開始してから一部ね出てこないものもあるかもしれないんですけどもいずれ、ね、対応していくというような感じで捉えていただいてもいいかなという風に思いますで、ワンポイントについてはねここにも出てると 通りなのでこのままだと思うんですけども、まあ、今回は正直ここがポイントになってくるかなと思うんですけども、モバイルワウンに加えてコード決済イオンペイでお買い物もスムーズということですね。まあ、先ほど見ていただいた画面の中にもねここにもモバイルワウンそしてイオンペイという風に出てると思うので、まあ、このアプリにアクセスしてま決済もできると。でそれを使う際なんですけども。 イオンマークのついたクレジットカードやデビットカードを登録することで全国のグループ店舗、一部店舗は除くのレジにてスマートフォンに表示されたバーコードを提示すると。そしたら簡単にコード決済イオンペイが可能ということなのでこのイオンのクレジットカードもしくはデビットカードを持っている方じゃないと使えないということでございます。まあ僕は現時点では正直どちらも持ってないのでイオンペイのサービスが開始してもすぐにはちょっと使えないというところはネックではあるんですけどももし普段からイオンカードとか ういったデビットカード使われている方はまあ、すぐにこのイオンペアは使えるんじゃないかなと思いますまたスマートフォンに搭載されているお財布携帯機能を利用してモバイルワンでも掲載可能ということではあるんですけどもモバイルワンの利用に関してはお財布携帯搭載の android 端末に限りますというふうに出てますなので iOS ユーザーの方はですねおそらくこの機能は使えませんので気をつけてくださいですけれどもワンといえばですねもうすぐに思い出された方いらっしゃると思うんですけどもこちらは僕がね先日出した動画の一つなんですが7個 1をアップルペイ対応ということで ワンがですね、iPhone やアプローチで年内サービス開始予定ということで、少し前にかなり話題になりました。なので、今回の発表で、まあ、そろそろ、ま、これが出てくる合図なのかなっていうふうにも若干捉えたところではあります。これは勝手に僕が思ってるだけなんですけども、なので、iEon がですね、まあ、始まるタイミングなのか、もしくは次回の iOS のアップデートで、まあ、加わってくるのか、まあ、ちょっとね、一つの楽しみではございます。一応ですね、ここにダウンロード用の QR コードも出てはいるんですけども、おそらく App Store にね、9月1日から出てくるかと思います。 んででこ、まあ、これね普通にに検索ししてす、まあ、すぐに見つけることができそうな気もします一部ですね、画面の紹介もありまして、例えば先ほどお伝えしたお気に入り店舗登録ということなんですけども、まあ、ご自身がよく利用するイオンですね、そこを登録したらこんな風に、まあ、住所以外にもね、営業時間とかそんな風にも出てると。この中に登録ができればクーポンとか出てくるというような感じかなと思います。で、あとここにも出てるようなポイント紹介ですね、マイページでワンオンポイントの管理ができたりですとか、 あと、ポイント獲得履歴ということで、ワンポイントどれぐらいね、獲得できたのかっていうのをこういった画面でできると。会員コードについては、このアプリ上からバーコードで提示したりすることができたりとか、先ほどのイオンペイについては、この真ん中のタブをタップしたら、こんな風にバーコードが提示して、ここに、まあ連携しているようなクレジットカードが表示されると。ちなみに、ここをタップすれば QR コードも出てくるような感じですね。そして利用履歴もですね、出てくるというような感じになってますんで、まあこれに関したらね、正直サービスが始まってみないと若干ちょっとわかりにくいとこでい。 はあるんですけどももししサービスが開始したにに気になる方はね、早速インストールしてみるのも結構ありかなと思いますでねやっぱり思うのは、新しいサービスが開始したイコール、イオンペイを使ってくださいと思うような、こう、キャンペーンが開始される可能性も正直あるんじゃないかなと思います。てか、それがないとやっぱり使われる方もね、そんなに多くはないと思いますんで、それに関してはね、ちょっとキャンペーン期待したいところではあります。まあ、間違ってもね、おにぎり2つ配って消えちゃったあの、セブンペイ。ではですね、今お伝えした i イ,イオンについてのまとめなんですけども、サービス 開始は2021年の9月1日からアプリとして配信がされます。まあ、このアプリの特徴っていうのは、ワーホンポイント、モバイルワーホン、イオンペイとかそういったものを一括で管理できるようなアプリとなっておりまして、ワーホンポイントに関しては利用ができたりとか付与、そして紹介交換ができたりもします。でお気に入り店舗登録してキャンペーン情報とかも確認できたりとか、あとモバイルワンについてはお財布携帯搭載の Android 端末だけ使うことができます。でイオンペイについてはイオンマークのついたクレジットカードですとかデビットカードを登録して利用が可能ということでございますので、まあ で、もでででも彼でもすぐに使えるってていいうわけけけないのでそこだだ気をつけてくださいでもしですね、今回の内容を踏まえてイオンカードを作成するならもう勘が鋭い方わかるかと思うんですけども、やっぱりポイントサイト経由ぜひ使っていただければと思うんですけども、今ね、どこが一番お得なのかっていうね、これどことくってサイトなんですが見ることができるんですが、イオンカードっていうふうに検索をするとご覧のようなページが出てきます。徳がよく使ってるね、ポイントサイトであればこのチョビリッチですね。チョビリッチが今現在であれば5000円相当ですね。イオンカード作ったら5000円相当で 作れたりですとか他にもいろいろポイントサイト出てはいるんですけどもちょっと最近もね動画にさせていただいたハピタスですねこちら2000ソートで作れますんでもしねハピタスのゴールドランクを目指している方はですねまあ、ハピタスを使ってもいいのかなという風に思います一応ですねチョビリッチからの作成方法なんですけどもこれチョビリッチに登録した状態の画面なんですが右上の虫眼鏡のマークをタップしていただくと検索のバーが出てくるのでここでイオンカードという風に入力をしていただくといろんなイオンカードがですね出てきますまあ何でもいいのでどれか タッチしてていいただいて例えばこののイオンカードセレクトの場合なんで、すけども今現在でででああれればば8月28月日の17時時点であれば5000円相当で作成できますで作成する前には画面下のこのポイント獲得条件のところしっかりと読んでください。まあ、今回はね、このカード発行だけというような感じなんですけども、それが確認できましたらこのサイト行くをタップします。そしたらですね、イオンカードの作成画面に切り替わるんですけども、チョビリッチの先ほどのこの5000円相当と含めて、今現在イオンカードを作成した場合です、ね こういったキャンペーンも開催されてるみたいで、抽選で最大で1万1000ポイント、ワンオンポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。入会したら1000ポイントがもらえたりですとか、抽選にはなるんですけども、1万以上使ったら1000名様に1万ワンオンポイントがもらえたりっていうね、こういったキャンペーンも独自で開催されてます。詳細とかいろいろね、こういったキャンペーンページに記載されてますんで、そういった内容を踏まえて作成する場合は、この一番下のお申し込みをこちらからというところをタップして作成していただければと思います。念のため、先ほどお伝えしたハピタスなんですけども、ハピタスも同様に右下の検査 検検索索ののののババーーとととここころでででタップするるが出ててくるのでここでイオンという風に入力をして検索をしかけますすとイオンに関連する情報が出てきます、まあ、何でもいいので、どれかね、イオンカードをタップしていただくと、イオンカード1を一体型のものなんですが、こちらもね、画面下に下がっていただいて、獲得条件とかしっかりと読んでいただいた上で、ポイントを貯めるをタップすれば、この2000円相当がピタス側でもらえると。そして、同様にイオン側のね、こういったキャンペーンも参加することができますので、参加される方は、検討していただければと思います。 まあそんなこんなで今回はイオンの新サービスアイ,イオンそしてイオンペンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました先ほどお伝えしたように新しいサービスが始まるっていうことはキャンペーンもおそらく出てくるかと思いますので還元率とか付与されるポイントとかによってはちょっとね利用検討したいところではありますで先ほどお伝えしたイオンカードについてはまだ僕自身ですね作成してないので今回のタイミングで作成するいいきっかけになりそうな予感はします あとはね、ちょっと利用頻度とか、そういったものを踏まえた上で、僕もね、作成を検討しようかなと思ってます。で、今回ね、参照させていただいた、イオのプレスリリースとプラスアルファで、先ほどね、紹介させていただいた、それぞれのポイントサイトの登録リンク、もう概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければな、と思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました